市民広場駅は、兵庫県神戸市中央区港と中町6丁目に位置する、神戸新港2ポートアイランド線の駅である。駅番号は、P06。神戸コンベンションコンプレックスに位置するため、コンベンションセンターの副駅名が付く。相対式ホーム2面2線を持つ、高架駅である。下り線は、神戸空港型に分岐器があるのに対して、 上り線は分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。一部時間帯で駅員が配置されている。駅舎は2階がコンコース、3階がプラットフォーム。改札内にはエレベーター、エスカレーター、AED などがある。改札外には多目的トイレ、コインロッカーがある。道路を挟んだ駅東側のコンベンション施設とはペデストリアンデッキによって結ばれている。 駅北側にエレベーターと駅西側にエスカレーターが設置されている。開業当初は現在の2番線に当たるホームのみの片面一面一線で北不動方向のみの一方通行であった。神戸空港延伸事業による複線化で現在の1番線ホームに当たるホームが増設されている。下りの日中時間帯は1時間あたり15本発射する。朝ラッシュ時は 約2から3分間隔で発車する。2019年度の1日あたりの平均乗車人員は7404人で、神戸新交通の駅では、第6位、ポートアイランド線では、三宮駅、港島駅、医療センター駅に次いで、第4位。ワールド記念ホール等駅周辺施設で、イベントが開催される際には大変混雑し、入場規制が課される場合もある。 当駅で混雑が予想される場合は、事前にその旨を伝える、社内放送が流れるようになっている。1989年以降の年度別1日平均乗車人員の、推移は、下記の通りである。神戸コンベンションコンプレックスファッションタウン神戸、医療産業都市。ありがとうございます。